からできる。どうもちゃん、篠原です。今回は今日からできる勉強テク5つということで、もうここのね勉強テクニックを紹介したいと思います。もうこれはね今日この瞬間からできるんで、この動画見終わったら早速やってみてほしい。うん、これをやると、まあ、成績は上がる。実際篠原の生徒、まあ、600人ぐらいもう戦略立案してきてるけど、まあ、やっぱりねこういうこと言ってきて上がってきてるんで、ぜひねやってほしい、まあ、真似してほしいというところですね。まあこれあ分かった分かったと思って真似しなかったら、まあ、フォールガイズですよ。うん、受験フォールガイズにぜひなっていただきたいというところで、まあ早速やってみてください。1個目30秒勉強法です。これ何かっていうと、これまでの動画でもいっぱい言ってきたんだけど、勉強めんどくさい時あるじゃないですか。その時は30秒だけやろうとしてみてください。30秒だけやろうとしてみて、実際やってみて30秒経ったらやめてもいいです。でもねやっぱ30秒ぐらい経ってると続けて勉強できるっていうねやつですね。でこれ同じようなこと言う人に1分やろうって人いるんですけど、1分めんどくさくない？1分めんどくさいですよねっていうところで、1秒でいいですよって人いるんですけど、1秒だったらパッと開けてはいで終わるんで、それだとちょっとどうかなと思いますね。やっぱ30秒椅子に座って30秒は何かやる、めんどくさかったらそこでやめてもいいよっていうふうにやると意外とね、続くんで、まあやってみてください。2つ目、寝る前にコーヒー入れとく。これ何かっていうと、寝起き眠い時ないですか？で寝起き眠いじゃないですかっていう時に、コーヒー飲めるんだったら寝る前にコーヒー入れておいて、まあ目覚まし時計とかの近く、まああるいはその机の上とか、まあこぼれないところに置いとくんですよ。で起きて眠いなと思いながら飲むというところですね。でこれね、朝起きてむくっと起きて、あー眠いな、コーヒーでも飲むかと思って台所行ってとかやると、まあまた眠くなるんですよね、めんどくさいと。でもまあ言ったら机の上とかに目覚まし時計があって、その横にコーヒーがあると、でコーヒーの匂いってそれだけでも眠くなくなっちゃうんで、ぜひ寝る前にコーヒー入れてサランラップかなんか巻いといて置いておくと。でそしたら寝起きね冷めてますよ、もう冷めてて、でコーヒー冷めてるのってまあクソまじいじゃないですか。冷めてるクソまじいコーヒーを飲むと、泥水をすすると、そしたら、なんかね目がカッと覚めるんで、まあ寝る前にコーヒー入れておいて置いておいて、でまあ寝起きすぐ飲むっていうのが一応テクニックとしてあります。はい、3つ目、スマホの画面、ホーム画面を暗記事項にするということで、これね、もう一個一応やり方として、この夢を叶える、夢の画像にするっていう2つがあります。まず暗記事項にする方法、これは簡単で、どうしても覚えられない単語とかを、まあ、ホーム画面にしとくんですよ。そしたら強制的に何回も見ることになるんで覚えられるっていうね。でもう一個が夢、例えば俺はね、将来社長室の間から夕日を眺めるっていうのが夢だったんですよ。でそれでホーム画面がビルとビルの間から、夕日がね沈んでるっていうのを、やったんですけど、まあ今実際ね俺の部屋から、まあ綺麗な夕日が見えるんですよね、みたいな感じで、こう夢を、現実にしていくためには、その夢に関連する画像を常に見るってすごい大事なんですよ。だから、例えばね自分の行きたい大学を待ち受けにする、まあ、ホーム画面にするっていうのは一つの方法です。これはねどっちでもいいです。暗記事項でもいいし、まあ、自分の夢でも構わないです。どっちでも効果あるんで、まあ早速直近で定期テストを点取らないといけないんだったらこっち、長期スパンで大学に行きたいんだったらこっちかなっていうところですね。まあ、これはね俺ずっとやってるんで、まあやれば叶うかなっていうところですね。はい、モチベーション保つコツは、よし頑張るぞって一気に頑張るんじゃなくて、小さいモチベーションかかるものをたくさん持っておくことなんですよね。質より量というところです。4つ目、赤本を買う。これもねそのモチベーションを、小さいストロークでかけ続けるっていうところなんだけど、勉強やる気ない時とかに、特に高1高2生とかだと、まあ高3はもう持ってると思うんですけど、高1高2生だと、まあ赤本ってまあ高いし、まあいっかなって思いがちなんですけど、持っとくとやっぱり気になるんですよ。気になってみると、うわ単語難しいわ、よし単語勉強頑張ろうとか、数学意外とこれ解けるぞ、あやった力吹いてんじゃんだとか、自分にとって嬉しい、情報がいっぱいあるんですね。だから赤本を買って本棚の上に置いとくの、バンとあるだけでいいです。あるだけでいい、あるだけでその大学に対する気持ちがね高まってくるんで、ぜひ赤本買って本棚の上に置いておく、もうこれだけでもいいんで、今すぐね行きたい大学の赤本ポチってください。で、5つ目が、まあ、感謝ということで、まあ、これはね勉強テクというか、まあ、考え方そのものなんですけど、受験勉強ってまあ言うなら学問なんですよね。で学問って何かっていうと、誰が見てもそうなるっていう客観性っていうものを、まあ、追求するもんなんですよ。で
この客観性っていう時に今の自分っていうのを考えてみてほしいんですよね。今の自分考えてみたら、よく考えてみたらですよ、朝ガバッと起きた、その布団、家、誰が買ったのか、親なんですよね。親がその布団とか家とかを買ってる。で、朝飯食うじゃないですか。親が一生懸命稼いだ金で朝飯食ってるわけですよ。ただ飯を食ってるわけですよね。で、その後学校に行く。学校に行くまでの道路、誰が作ったのか。まあ、誰か先祖が作ったんでしょう。電車、まあ、誰かが作ったと。それも、やっぱりこの国の税金だとか、で、まあ、頑張って働いて稼いでくれてるおっさんたちが払った税金で、まあ、学校に行けたりとかしてるわけですよね。学校の先生の給料もその税金から出てるし。っていうようなことを考えると、いかに自分が恵まれてるかっていうことなんですよ。で、あのね、主観で考えたら、もう言ったら親も先生もクソうざいわけなんですよね。クソうぜえと。何やってんだというふうに思うと思うし、宿題もかったるいし、めんどくせえっていうふうに思うと思うんだけれども、その一つ一つに、ちょっと一瞬感謝してみてほしいんですよ。ありがたいなと。ってなったら、客観的に自分が見れてるってことなんですよね。で、実際、篠原も、兄弟模試で全国1位取る、まあ、その数週間前、まあ1週間前ぐらいですかね、に、ふと気づいたんですよ、これに。あ、俺って恵まれてるなと。なんか受験勉強ね、京大行きたいっていうわがまま親聞いてくれて、浪人も許してくれて、予備校にぶち込んでくれて、100万も払ってくれたと、ああ恵まれてるなって思ったんです。で、そうするとやっぱ京大もし1位取れたんですよ。で、京大も受かったし、で、やっぱりね、この感謝の気持ちっていうのは別にその道徳的な意味で持てって言ってるんじゃなくて、自分の中の客観性を手に入れてほしいために、やっぱ感謝の気持ちは俺は持った方がいいと思う。改めて自分よく考えてみたら、なんて恵まれてるんだと、なんて自分は素晴らしい、周りに恵まれたんだ、ありがとう父ちゃん母ちゃん、あ、学校の先生っていう風に思ったら、やっぱり客観的に自分を見れてるってことだから、その学問をする脳みそに近づいてるのかなっていう風に思います。はい、だから、まあ、この感謝の気持ちね、今言われてみれば確かにそうだなと思うでしょ。なんかめっちゃ金払ってくれてんな親にっていう風に思うじゃないですか。親も金払ってくれてるし、まあ、学校の先生もさ、言ったら一生懸命教えようが適当に教えようが同じ給料なんですよ。必ず手抜くと思うんですよ、同じ給料だったら。でも頑張って教えてくれてると、なんかありがたいな。残業代とか多分出てないですよ。でも多分出てないんですけど、頑張って教えてくれてる、ああ幸せだなっていうことを感じてほしいっていうのが、まあね、俺の、まあ、気持ちですかね。はい、だから、まあ、勉強テクニック30秒勉強法、コーヒー寝る前に入れておく、スマホの待ち受けを暗記事項にしたりとか、夢を叶えるためのものにしてもらう、そして4つ目、赤本を買うの前に、まず1つ目、感謝してみてください。自分の父ちゃん母ちゃん環境にありがとうと、まあなんか思ってなくても、心で思ってもらっていいから、ありがとうと言ってみてほしい。これがぜひやってほしい、今日からできる、今すぐできる勉強テクです。ぜひやってみてください。今回のこれで以上です。ご視聴お疲れ様でした。